ちゃん、まだ起きてる？ごめんね、こんな時間で。と思って、どうしても外せない用事もあったから、お兄ちゃんに美味しいご飯作ってあげられなくって、本当にごめんね。うん、気にするよ。だってお兄ちゃんいつも私の晩ご飯楽しみにしてくれてたんだもん。作り置きも考えたんだけれど、お兄ちゃんにはやっぱり作りたての料理食べてもらいたかったから。でも大丈夫、明日からはちゃんと作るからね。別にお兄ちゃんのこと嫌いになったとかそういうわけじゃないよ。本当だよ。どっちかっていうと、うん、何でもない。何も言ってないよ。うん、本当に何でもないから。あ、そうだ。お昼のお弁当はどうだった？いつもと味付けを変えてみたんだけど。そっか、よかった。口に合わなかったらどうしようって思ってたんだけど、これで一安心ね。もうそんなの気にしなくていいよ。家族なんだから。ね？料理とか洗濯とか、私の取り柄ってそれくらいしかないし。いつも私の料理を美味しそうに食べてくれるんだもの。私だって頑張っちゃうよ。ところでお兄ちゃん、さっき洗濯しようとして見つけたんだけど、このハンカチ、お兄ちゃんのじゃないよね。誰の？あ、わかった！綾瀬さんのハンカチでしょ。匂いでわかるもん。それで、どうしてお兄ちゃんが持ってるの？その時に借りたって、怪我は大丈夫なの？うん。胸の奥まで届くような。うん。そっか。大したことなくてよかった。あのハンカチについてた血、お兄ちゃんのだったんだ。ちょっともったいないことしたな。こんなことなら、血のついた部分だけ切り取ってから捨てればよかった。あ、うん、なんでもないよ。ただの独り言だから。そういえば、最近お兄ちゃん、帰りが遅いよね。図書室で勉強？ああ、あの大人しそうなクラスメイトの人でしょ？知ってる。でもあの人っておとなしいっていうより暗いよね。あんな人と話してたらお兄ちゃんまで暗い性格になっちゃうよ。お兄ちゃん、昔は私の話ちゃんと聞いてくれてたのに、最近はあまり聞いてくれないよね。それに私とも遊んでくれなくなったし、学校に行くのも綾瀬さんと一緒に行こうって言うし。あんな人！どうせお兄ちゃんのこと何も分かってないんだから！お兄ちゃんのことを世界で一番よく分かってるのは私なの！他の誰でもない！私！ごめん、怒鳴っちゃって。お兄ちゃんがそういうところで鈍いのは昔からだもんね。分かってるよ。それはそうと、今日の晩ご飯どうしたの？そっか、外食したんだ。お金渡しとけばよかったね。それで、一人でご飯食べたの？一人で食べに行ったんだ。やっぱりあの女の匂いがする。お兄ちゃんの嘘つき！ねえ、どうしてそんな嘘つくの？お兄ちゃん、今まで私に嘘ついたことなかったのに！そっか、やっぱり綾瀬さんのところに行ってたんだ。へえ、で
料理食べさせてもらったの？それはよかったね！お兄ちゃんは優しくて、かっこよくて、でもちょっと雰囲気に流されやすいところがあるのは分かってた。でも、お兄ちゃんはきっといつか、絶対私の気持ちを分かってくれるって思ってたから、ずっと我慢してたんだよ。それなのに、私に隠れて浮気ってどういうこと？信じられない！やっぱりあの女がいけないのね。幼馴染とか言ってお兄ちゃんにすり寄ってくるけど、結局は赤の他人じゃない！あんな奴にはお兄ちゃんを渡さない。渡すもんですか。たとえ幽霊になって出てきても、また始末すればいいんだもんね。ん？どういう意味って、そのままの意味に決まってるじゃない。お兄ちゃんにすり寄ってくる意地汚い女どもは、みんなもうこの世にいないのよ。ほら、私の手嗅いでみて。ちゃんと綺麗にしてきたから、あいつらの匂い全然しないでしょ？うん、そうよ。今日お兄ちゃんの晩ご飯を作れなかったのは、邪魔な女を片付けてきたから。だって、お兄ちゃんにはあんなのいらないもん。お兄ちゃんのそばにあんなのがいたら、お兄ちゃんが腐っちゃうわ。お兄ちゃんを守れるのは私だけ。お兄ちゃんは私だけ見てればいいの。それが最高の幸せなんだから。どうして？どうしてそんなこと言うの？お兄ちゃんはそんなこと言わない！私を傷つけるようなこと絶対に言わないもん！そんなのお兄ちゃんじゃない！ああ、そっか。あいつの料理食べたからきっと毒されちゃってるんだ。だったら早くそれを取り除かないと。でも料理を食べたってことは、口の中もあいつに毒されてるんだよね。食道も、胃の中も、内臓がどんどんあいつに毒されていくんだ。じゃあ、私が綺麗にしてあげなくちゃね。